1860年代に撮影されたとされる写真大浦喜びの墓、大浦家明治17年4月13日は、江戸時代末期から明治にかけての女性承人。日本茶輸出貿易の先駆者、楠本稲、同英英と並ぶ長崎三女傑の一人。文政11年に長崎油屋町で、優勝、大浦太平次と妻の娘として生まれる。大浦家は、 過去一郎衛門の次男、大五郎が、婿養子として、大浦家に入るが、喜びが9歳の時に死去。大五郎の死後、大浦家の財政は傾き、それに追い打ちをかけるように、天保14年10月24日の夜に、出来家事屋町より出火し、今加護町、今加事屋町、油屋町、今石灰町、新石灰町、高野平里など家屋526戸が焼ける大火が、 発生し、大浦家は大損害を受けた。この時、喜びは、大浦家最高に尽くそうとした。翌1844年、蘭学を学びに、長崎に来ていた、天草の庄屋の息子の孔次郎を、婿養子に迎える。しかし、喜びは、この孔次郎が気に入らず、終言の翌日に追い出した。以後、死ぬまで独身を貫き通すこととなった。二十歳の時に、 上海に密航したという説もある。海英6年に、通じ品川東十郎と協力して、出島にて、オランダ人、テキストルに、嬉しの茶を託し、イギリス、アメリカ、アラビアの3カ国へ茶を送ってもらうことにした。この時、9金の茶葉を3階級に当分し、各階級1金ずつ各国に割り当てた。そして同年九月、テキストルが出島から出港した。 その約3年後の安政3年8月に、イギリスの商人、W.J. オールトが来航。そこで、テキストルに託した茶の見本を見せ、巨額の注文を受けた。嬉しの茶だけでは足りず、九州一円の茶の産地をめぐり、やっとのことで一万金を集め、アメリカに輸出した。これが、日本茶輸出貿易の先駆けとなった。文久元年に、南北戦争が勃発し、 一時的に輸出は停滞するが、慶応元年に集結した途端、爆発的に増え、翌年には長崎からの輸出はピークに達した。安政から慶応にかけての約10年間は大浦家の前世紀であった。日本茶輸出貿易に成功した喜びは、長締渡り、坂本龍馬、大熊重信、松方正義、陸宗光らと親交があったとされる。しかし、 1860年代が終わろうとする頃、九州より大きい茶の産地である静岡からの輸出が増えて茶の輸出業に陰りが見え始める。この時喜びは違う商品の貿易も考えていた。明治4年6月、喜びのもとへ、熊本藩士の東山和也が訪れ、イギリスのオールト商会と熊本産、タバコ15万金の売買契約したため、 喜びに保証人になってほしいと頼んできた。円山は、熊本藩から派遣されたように装い、連署人として、同伴の福田や秋五郎の名を勝手に使い、偽の印を押した証書を見せた。また、円山と、オールトとの通弁を務めた、品川藤十郎も仕切りに連番することを勧めたため、喜びは保証人を引き受けることにした。ところが、オールト紹介は円山に、 手付金3000両を差し出したものの、期限の9月になってもタバコは全く送られて来なかった。そのため喜びは、オールと紹介から手付金を返すように求められ、熊本藩と交渉し演算かのか65か年分に相当する約352両の支払いを受けたが、それが精一杯であった。実は演算は輸入端物で失敗し、 借金を返済するために喜びを騙したのであった。明治5年1月、喜びはオール都商会から、遠山、福田昭五郎と共に、長崎県役所に訴えられ、喜びも、演山と福田屋を訴えた。7月から8月にかけての判決で、演山は、詐欺罪で、懲役10年の刑を受けるが、 喜びは連番したということで1500両ほどの賠償金を支払うこととなった。負債の3000両と裁判費用及び賠償金を払うことになり、これで喜びの信用持ちに落ち、大浦家は没落した。家財は差し押さえられ、毎日喜びの家に取り立てが来ていたという。明治12年6月に元第18代アメリカ大統領、 ユリシーズ・グラントが長崎に帰港した際は、国賓として各県霊らと共に、喜びが、感情に昇った。その時、感情にいた国賓で、女性は、喜びだけであった。明治17年、県霊であった、石田英吉が、農商務省の県代書機関であった、岩山慶義に、喜びがすでに既徳状態であるため生きているうちに、賞をあげてほしいと要請したところ、4月5日に、 最後を継ぐ道から受賞の知らせを電報で伝えられ、翌日に、石田の使者が、喜びの家に出向いて、受賞を知らせた。明治政府は喜びに対し、日本茶輸出貿易の先駆者としての功績を認め、茶業振興功労法省と、金二0円を送った。その1週間後、喜びは57歳で死去した。借金は死ぬまでに関西していたとされる。所は、 長崎市港平町清水寺、貿域大浦家墓地。ありがとうございます。